負けるかもな状況が整いました。これいきます。よし、あの絆をやめて。さあそれでは1100枚ほどを持ってですね、絆を離れて、おきどき今日の挙動と、昨日の履歴を、つなげてみて、高設定の据え置きじゃないかという台を、攻めてみようと思います。幸い、おう、スイカこぼしたい。幸いと言っていいのか、梅谷先生がだいぶおきどきの、B 狙いで投資がかさんでいるように見えるので、ここでねノーマルに守りに入るのではなく、攻めの高設定狙いでいきます。100ゲーム以内、100ゲーム回しゃ分母か合わせちゃえば足りるってことなんでね、全然。だから100ゲーム回して共通ベルもなし当たりもなしとなると、そりゃまあ不安になってる当然というか。ああ、現金投資してしまった。毎回やる、毎回バトルオブドリームでやる。欲しいね、新しく機能、持ちコインがあのカードに入ってるにもかかわらず現金投資ボタンを押した場合はコインあるよって教えてくれる機能が私欲しいです。そのぐらい私やってしまいます。あ、遅れた、早いよ。183ゲーム、120ゲームぐらいが打ち始めですんで、よし、ポンジェノーマル点滅。先輩はもう普通と、一応この初当たりのを引いた状況としましては、天国後に引き戻しっぽい50ゲーム台の当たりを1個挟んで今です。なので、飛ぶ可能性もゼロではありませんが、そこまで、まあ、半々ぐらいですかね。モード A いるのとモード B いるの半々ぐらいと思われます。わー、 1% 引いたー。シェリーでとりあえず1ゲーム連ゲット、ラッキー、いい風向きだ。さあそれでは1ゲーム連チェリー分の1ゲーム連をいただきましょう。おっしゃー、飛んでる、よっしゃ、飛んでやがった。天敗を発生しました。よし、怖い、怖いぞ、うまい話すぎる、若干話がうますぎる気がしてきた。ハドチェリー、まあ、普通のチェリーとスイカの1ゲーム連に関してはモード1個抽選を行わないので、一番最初座って一発目に引いた、遅れて出たあのビッグボーナスで天国に上がってたということですね。よい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 、オッケー、おそらくドキドキではなく天国でしょうね。かなちゃん転倒2回、転敗を1回。さあそれではベル転倒のかなちゃんの1ゲームテスト、通常点滅、転落も普通、転落の可能性はあり、まあ、そもそもパキソロなんていうのはね、その運が大きく絡んでくる遊びですから、レバー叩いて運命ってやるんですか、抽選受けてね。
このレバーを叩く運の良さっていうか、それ以外にもね、抽選番号だったり、空き台が出るタイミングだったりで、その時の台の状況、自分の台との状況の兼ね合い、まあ、その辺もね、大きく運が絡んできますから、今日はかなり追い風が吹いている状態です。今やるこの、まあ、今考えるとあの安易に手出したサラバンね安易に手出したサラバンに関してはもうあれがもううまいこと転んで、あれで時間潰してる間に、絆のゴスルーがタイミングよく開いてみたいな、で取り切ったタイミングで、この動きどきもまあまあ打てそうな感じで開いてる。さあさあさあどうですか、残ってますか。やや怪しくなって、一発で落としたか、まあ、昨日の末置きというんであれば今日も偶数挙動でしょうから、残念ながら抜けた。1つベルは2個、まあもうちょっと様子見れる、感じではあります。お、遅れましたね。81ゲーム、いいよ、引き戻しも十分考えられる。間違って飛べ、33なのだ、33なのですね。ピッカク OK、 レンチャン落ちの時にね、やや選ばれやすい、引き戻しとかの時に選ばれやすい33なのですけど、まあ、次回モードを参考する選ばれ方なので、まあ、今はね、今もし引き戻しにいたとしても次引き戻しにいることはほぼありえないので、ほぼというか絶対ないので、はい、今たまたま選ばれたって感じですかね。 A と B は確かそこまで出現率差はなかったので、これがね、また連チャン始まってくれちゃったりするともうね、どうしちゃったのっていうぐらいね、今日はついてるわーってなれるんですけども、さあ行ってみよう。引き戻しであれば 15%、 A であれば 10%、 B であれば設定差ありそれぞれと、ここが踏ん張りどころですよね。いわゆるそのここからはもう引き戻しの可能性も消えてると、で、まあ、引き戻しっぽく当てたからもしかしたら A かもしれない。ここからの1回2回でハマってしまうと出玉を大きく削る可能性があるっていうね、ここの初当たりの速さが踏ん張りどころです。31、次が30、一発飛びはなし。あ、とにかくまだ、ドキドキです。さっきラッキー言いましたから、電波読んで超ラッキーって言ったら超時なんだよな。早く光って、もったいないからコインが、もったいないっつってんだろう。もう普段だったら諦めてる16ゲームですよ。17、初当たり引きず天井まで行くか。ここまで来たら行ってほしいぞ、分かってて行くこと少ないから。30、31、おお、天井まで行きました。レアですよ、なかなか。絶対光るんだよ次、まあ、337秒しかなかったらよしとしましょう。よし、だってさっき32まで行ったからまだ引けてなかったってことだから、あ、やった、累計で、47ハマったのか。
チェリー語、まあ、たまたま次ゲームで光った可能性もありますけれども、おそらくチェリーが当たってるんでまだ抜けてない。あと一発ビットいければとりあえず1000枚には届く。早めにお願いします。あーよかった。とりあえずビッグかわかんないけども、よし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 、連敗音等はなかったですね。ボックスも普通でしたけれども、これ1千枚には届く。およし、抜けるの？目標の1000枚達成したら抜けちゃうの？目標とは言ってるけど、もっともっとって本当は思ってるよ。プラス1までぐらいに思ってますよ。31、さあ次でラスト。おまたまた天井まで行ったよ。まあ、全然嬉しいけど、天井まで行ったことは嬉しくないけど、まだ行ってくれたことが本当に嬉しい。まあ、投資が全部で37,037本なん でこの台で27なんですよ。なんで、まあ、1350枚かな。まずは本当は1850枚だけど、おっ引いた。1回ぐらいレア焼けで1ゲームでしたい。しかもまだまだドキドキでした。いやめっちゃ嬉しい、今トレアだった、嬉しくて。つまりほぼ目標、2個目の目標である1350まで達成できますね。よし、とりあえず1ゲーム連。楽しい、久々に楽しいわ。お気づきで大体苦しくて楽しいのすぐ終わるから。今日連弾中のフラグはなかなか引けないっていうね。フラグ自体がなかなか引けないんだ。あれか、あと2発当たれば、片方ビッグだったらプラスまでいくか。23見て考えたら抜けてそう。24 25、イエス、ハマるね今日。天国中、まあドキドキ中だけど多分イエス。もう目前だよ、1ゲーム連させて確定させたいプラスを。徐々に高速になってくやつだ。レギュラー揃え早い、いいぞ。さあどうでしょう、2回目の初当たり。徐々に高速点滅でスティックが出てきておりますけれども、いてもおかしくないかな。おっと、26ゲームに引いたスイカの次。さあ面白くなってきたぞ。上がってて当たったのか。まあ、望ましいのはですよ、一番望ましいのはモード B でしたと。でモード B にいて今スイカで当ててドキドキに上がるっていうのが一番望ましい。で、まあ、その次時点として、まあ、モード B でスイカで当てて天国、もしくは天国に上がってたからスイカで当たってで転落なし。で一番わけわかんないのがたまたま引いただけで落ちる
天国から今落ちる、もしくはモード B で引いたけど上がってないっていうのが一番。とにかく次の32ゲーム以内、次回の32ゲーム以内はもうボーナス必須という状況ですね。さあご注目ですよと。左投げ来い。17ゲーム、テンポよも普通、まあ、レギュラーか、上がってはいますね、多分、まあ、上がってはいるというか、上がってたのか、上がったのかではある、ああ、じゃあ僕、ここでいいです。ひねじ前にちょっと見に来てもらっていいですか。なんか引いたな、ちょっと。今ですね、今もあ、熱中当たっちゃう前に飯行きましょうかって言ってたんですけど、飯前にちょっと見に来てもらっていいですかっていう。いや、消化してるな。あれ1500、うわダメーなー。いや、ただのドキドキだよ。ただの。さあ、あれ一発で飛ばなかったら大変なことになりますよって心配してたのに。いや、心配してもらってすまなかったね。やっぱ優しいね。優しいですよ。うん、根が優しさでできてるもんね。優しさで半分はね、半分は。とりあえず。取り急ぎ転落してもらっていいですか。ああ、まあまあ全勝します。唯一の希望としては、僕はこれを大事態好感触を得てるので、梅谷さんはあれ取り切り次第多分また途方に暮れるというか、まあ、ノーマル戻るとかになると思うんですけど、まあまだまだ分からないということですね。面白くなってきました。後半戦もお楽しみ。さあ、それでは行ってみましょうかと。おっしょ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 。おらよ、けけ梅谷さんがね、80% ループ持ってるんで、まあサマイス的にはね、だいぶ僕の方が上にいるとは思うんですけど、あの連中が終わるまでは安心できないですよね。しかしあの人も本当大崩れしないよな。普通あんなにね、900ゲームとか連れてかれて、もう投資がボコ膨らんだら大体飛ばないじゃないですか、もう。で飛んでもしょぼれんとか、ね、で目も当てられないっつって5万だか6万だか使って実戦終わるっていうのがね、相場ですよ、ああなっちゃった場合。そういう意味でね、その知識とか経験とか立ち回り力だけじゃなくて、そのパチスロ力が高いよね。出さなきゃならないときに出すっていうか、まあ本人に否定されるでしょうけどね、何その科学的根拠のない話みたいな。うわー、またいっぱい引いた。下だけ。俺はドキドキじゃないかな、これは。よし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 。スロー点滅だね、スローだね、スロー。オッケー。一応ね、これのビッグの前に、次回天国確定が出てるので、今は天国から転落はございません。チェリーで当たった一芸連なので。ノーマル、ん違う、通常、ん
同時と通常だ。これが B 以上確定のやつ。よし、これでレギュラーがね揃ってくれればドキドキでしたけど、同時点滅と通常点滅を繰り返すやつですね。多分落ちてない、落ちたとしても引き戻しにいるので、これで抜けたとしても追います。モード B 以上確定の点滅が出てるんで、もしいないとしたら引き戻しでしょう、おそらく。ラスト30、おっと抜けた。ということは引き戻しか、B モード B なので、どの道もう一周行きます。まあ、どっちかっていうともう B でいてくれた方がありがたいかな。引き戻しだと引き戻し行った後に A の可能性があるんで、早めに光って飛んでくれるっていうのが一番の解決策、我々としては、我々サイズとしては、松本町陣営としては、早めに光ってかつ、連チャンが始まるという結論を望んでいます。どうぞ。さて、あと一発ビッグクレマプラス。よし、プラス。嬉しい。マッチは浮いてるっぽいんで、プラスにしただけでは足んないんですけどね、伸びてくんないと。ベースベルよく落ちるんだよな。13回目だ。あと19枚でプラスです。ここで抜けるな。アンド光るんだったら早く光って。これでプラスです。おっおっ、ダメかな。ちょうどプラスにして仕事を終えた感じで去っていくの。31。まあ今日すでにこの天国中、まあ天国よりドキドキ中に2回30にまで行ってるんですよ。3回もないでしょ。抜けました。ギリギリ、トータルをプラスにして抜けました。よく頑張ってくれた。マッチ君の様子でも見に行きますか。バファリンさんの様子でも。バファリンさん出てるじゃん。あれ、まさか、まさか終わったんすか。投資何枚なの。え、投資何枚なの。投資僕900枚です。900枚。900枚。合ってんじゃん。すげえ勝ってんじゃん。勝ってます。ノーマルタイプでも高設定だったらば全然まくれる可能性ありますよ。一通り全部見ましょう。決死の覚悟で置き時をやる。まず決死の覚悟だけど、まあ、だから偶数じゃなさそうなんで引き戻しを見るのも怖いですけど、ちょっとベル角正確に計算してみます。はい、今ですね、計算してみました。僕が回したのは、通常時そしてボーナス中含めて、1500ちょっと、1565だったかな。で、1548か。で、ベル13回引いてるんですね。でこれが118分の1です。一応共通ベルの確率は設定6以上で引いてます。で、一発目で、いきなり、ドキドキにいってるというところとか見ると結構6の可能、あ、5の可能性が高いかなっていう。ただ初当たりが全然引けなかったことと、そもそも昨日出ている台、昨日すごい出ている台の下げかなと思って打ち出してます。なのでその辺全部決めると非常に怖い、だから、まあ、根拠としてはむしろ高設定じゃなくなった台を狙ったんですよ。で打った結果高設定かもしれないという挙動をしたんで打ち続ける、僕の一番嫌いな続け方なんですが、
これがね、僕一人の実戦だったらもうやめて、だったら花火、バーサスというのもありなんですけれども、バッチとの対戦の、動画なので、まあ、バッチとの差1000枚以上、ありますので、ちょっと普通にノーマルタイプで打ってもおそらくかなわないと思うんですよ。なんで、まあ、時々の爆発力を奇跡的にすぐ当たってすぐ連チャンしてくれることを狙いという、まあまあ、本当こういうバッチとでの出玉勝負ならではの、続行の仕方となりますが、まあ、一回やめと書いていた、決して続けたいと思います。ただまあとりあえず、まあ、これが今僕奇数だと仮定しているので、まあ、そこ狙うのはどうなんだって話ありますけれども、まあ、200ゲーム引き戻しのところまで見るっていう感じで、またそこで一旦ねバッチの様子も含めて見たいかなと思います。ね、勝負あり勝ちました今日。これだな、これ確定チームじゃないですよね。大チャンス、もうやめるとか言ってたら大チャンス到来だ。2000枚ぐらいの勝ちだよ。しつこいな分かったよ、もらった、ここのメーカーさんからお金。お願いします。告白するときも、あーデートのときも、喧嘩の時も、ごめん仲直りした時も、いつでもどこでもジャンバリ新着アプリ